どうも、ゴロゴロの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーのスピンが多すぎて吹け上がってしまう方、そしてそれによって距離があまり出なくなってしまっている方、OB にもなっちゃいますね。そういった方にこの動画をお届けしたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールでレッスンを普段させていただいてます。いつもありがとうございます。そしてこのチャンネルを毎日見ていただけている方、本当にありがとうございます。皆さんの貴重な時間を少し使っていただけて本当に感謝です。それでは早速いきたいと思います。ドライバーショット。これは本当に皆さんの悩みが多いんです、ね。どんなトップの選手であってもドライバーがうまくいかないということはあります。その中で、吹け上がる。スピンが多いと、シューッと吹け上がってしまうんですね。よく、少しこうぐーっと上がっていくようなショット、これがアイアンではいいショットにつながっていくんですが、ドライバーの場合はあまりそれが極端だとボールが上に向かって飛ぶだけで前に進まないということになってしまいます。じゃあこのスピンが多くて吹け上がるというのはなぜ起きるのか、これを皆さんにお届けしたいんですね。そしてどうすればスピンを抑えて前に飛ぶ、そして距離が出せるようなショットになるのか、それを皆さんに覚えてほしくて、そしてそれを実践する練習方法も最後にお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見てみてください。それではどんどん進めますよ。このスピンが多いというのはインパクトの瞬間、ここで飛ばそうと思うと意外とスピンが多くなります。ですからこういう感じですね、腕の力でこう振っていくとこんな感じで、さっきの当たりが悪かったですね。今のはバーッと吹き上がりましたね。まあ、こんな風に、まあ、要するに安定しないということなんですが、このボールが吹き上がってしまう、このスピンが多いというのは、ボールがフェース面で滑ってるんですね。まあ、そんなに極端に滑るわけではありませんが、少なからず滑るんです。この滑ってる状態をなくしていくというのが大事です。じゃあ、どうすれば滑らなくなるか。それは、ボールを捕まえるということです。腕のこの回転、フォロースルーでの回転です。これをスムーズに、そして一気に最後まで振り抜く。まあ、こういう感覚が非常に大事です。ですから、腕が左側にくるんと回る。それが重要になりますので、こういう動きですね。そして、そのまま最後まで振り抜く。腕がくるんと回る。この腕が横に動くとボールは吹き上がります。ですから、もう一度やってみますね。こういう動きだと吹き上がってしまうんですね。ですから、腕が左側に回ると前にボールが飛ぶようになります。まあ、こんな風に腕がしっかり回転することによってボールを捕まえることができます。そして、ベース面をボールが滑ってしまうのを防ぐことができます。それによってボールが前に飛ぶようになります。ですから、このように回転する。腕の回転が少ないと、ボールが上に吹け上がってしまう。こんな風にインパクト、ボールを捉えた瞬間でボールの飛びは決まってますので、これをどう理想的にするか、そしてスピン、今回はですね、スピンをどう抑えるか。これは腕の動きの回転によりますよ。これは少し意識してやっていただくだけで、ボールが前に飛びます。そして、ボールは前に転がると、距離も出ますので、前に飛んで前に転がる。距離が出ますので、ぜひ強いボールが打てるように、吹け上がらないボールが打てるように練習してやってみてください。じゃあ、その練習方法は何かということですが、今回はクラブを使わない。何も使いません。手のひらを合わせて、このように腕の動きを右から左に、体は動きを、その動きをですね、何回も何回もやらないと覚わらないんですね。ですから、こういう練習をしてみてください。これは家でもできる練習ですから、今この動画を見て、まあ、周りに何もなければ、ね、そしてある程度起きている状態であれば、ね、寝る前に見ていただける方も大勢いらっしゃると思うんですが、少しですね、起きている状態であればできると思いますので、やってみてください。最後ね、高評価、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。